皆さんこんにちは。自利品落ちぶれ元セレブだけど旅行は行きたい久慈六郎です。私は格安航空券 LCC を使って年末年始の超ピークシーズンにサーチャージ込み往復 63,340円と超バーゲン価格で名古屋から8日間大阪で一夜をエンジョイし、関空からベトナムのハノイ、タイのパタヤとバンコク、そして福岡に立ち寄り周遊の旅をしてきました。今回は男の一人旅、そして3年ぶりの海外旅行です。その時の様子を一本の動画にしましたので、ぜひご覧ください。また今回の旅行計画も動画を作成して概要欄に貼ってありますので、合わせてご覧いただけたらと思います。それではどうぞ。と思ったら売り切れでした。仕方なく2410円のチケットを買う。最初からブツブツ言ってますが、今回は関空を朝の9時に出発する便だったので、大阪で全泊することにしています。本当は金券ショップで1700円の近鉄の1日乗車券を買う予定が買えず、正規料金でナンバーまで移動です。大阪で泊まる宿はカプセルサウナで、心斎橋の近くにあり、チェックインを済ませてバッグを置いて早速街に繰り出しました。最初に向かった先はグリコの看板がある恵比寿橋です。外国人のお客さんが多くて、言葉を聞いていると韓国やタイ人のインバウンドのお客さんが多く、逆に日本人が少なかった印象です。お腹も空いていたので、道頓堀に行ったらいつも食べているたこ焼き屋さんは長蛇の列、まあ他の飲食店も並んでいる人が多くて、日本橋から動物園前まで地下鉄で移動することにしました。地下鉄で移動し、通天閣がある新世界に到着しました。フグ料理で有名なズボラ屋の看板は撤去されていますが、串カツ横綱の看板は派手さが際立ってます。入り口にはビリケンも鎮座していました。道頓堀と比べたら観光客もそれほど多くなく、まずは腹ごしらえ。一番人気の醤油マヨネーズをいただきました。最高にうまかったです。お祭りの縁日で見かける射的などもあり、昭和レトロ感満載の新世界です。スマートボールのニュースターっていうお店に入ってみたいと思います。ここは創業60年とのこと。100円玉を入れると25個のガラス玉が出てきて、手動でレバーを引いて遊びます。出てきた玉の数に応じて商品にも交換できるようです。この辺りね、ブラブラしながら一杯日本酒をキューッと飲むのもいいかなっていうふうに思います。ジャンジャン横丁の串カツ屋にやってきました。毎度おなじみソース二度漬け禁止はお約束。ビールが進み、串カツを何本もおかわりしました。いやー、やっぱ大阪は串カツ最高です。藤山、ここでね、串カツいただきました。まだね、宿に帰るのが早かったので、ちょっとね、治安が悪いと言われてる西成区をですね、パトロールに行こうと思います。
なかなかインパクトのある看板がありましたが、動物園前のね商店街、そこをねブラブラ歩いています。結構ねあのカラオケの居酒屋が多かったかな。結構歩いてるとね、いろんな、はい、音楽が聞こえてきました。こんなような感じでした。この日の総額は 13,307円。宿に戻ってからビールとタコの唐揚げを食べたことが予算オーバーです。歩いた距離は 8.2 キロ。結構歩きました。